なんか、お前らとパーティーチャットしようと思うけど、お前にちゃんと外事なんやな。見たじゃないんやな。ちゃんと外事なんや。思うわ。誰が？鈴木？いや、お前ら二人とも。なんか言ってますね、鈴木さん。こいつが一番外事やから。ほら、言うと思った。だから言いたくなかったもん。だってほぼだってもう発狂 ゲームの話ほぼしてゲームの話ほぼしてる。分かった、ゲームの話しようじゃん。もうゲームの話しちゃうんやろ。それでいいの？満足満足か。そういうとこ、そういうところ満足か。分かった、ゲームの話するわ。また遊んでね。なあ、もうリバイスコーポロングボール。リバイスコーポ取ってないんですけど。は？ない。あ、もう取ってろ。はい、病気障害。そういうところ障害。ビビる。あかんだよ、俺ほんま障害者って。俺今日のなんか急にさ、ダウンタイムの、ダウンタイムじゃない、なんかのイベントのさ、フォートナイトの時にさ、俺がサムネでなんか、なんか、フォートナイトやってるやつは、障害者みたいな、あったやん、タイトルに返し、サムネに返してるやつ。あれお前があるよ。今なんか、今っていうかもうさっき、ちょうどなんか返信来て、あまりなんかその、障害者って言葉は使わない方がいいと思いますって言ってたから、なんか、わかりました、これからは考えて言いますって言っといた。お前だって、YouTube の規約に引っかかりそうなばっか、タイトル。ええやん、引っかかった引っかかった。クソガキ調子なんだ、このままアホやろ。あれ見た時もうアホかと。で、YouTube もいちいちそんなん見てへんから。確かにそんなんもう5万取るわ。コールニア勝樹選手、眉間のシワが離れない。マジレスしようと思ったら、まあ殴りを3発入れた後にフィニッシャーを入れたら180ダメージをくれるから。ダメージだけでシュートを打ったら別にフィニッシャーってやるけどね、身がねくれキモい。これはガチな、これガチな計算系なん、キモい。殴りを3回やって4強なの、それ一人でだから280ぐらい入るんじゃん。まあ、うん、笑っとんねん、鼻でクソが。し、鼻で。笑ってへんし、お前に言うな。お前やし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 。仲間の傷を癒すライフラーやん。うわぁ、頑張れ、下手くそ。鈴木は今、エグかったよ。だってもう、びっくりしたよ。びっくりした。はい、ダメージするな。全員ザコや。はい、下手くそか。お前らの無限張りや。はい、でもお前、51秒しか生きてん。俺52秒生きた。てかさ、今こんな感じでさ、わざとらしく外事してるけどさ、ほんまに、なんかまだみんな外事してないとき、ほんまにこんな感じやからさ、ほんまにすで外事なんやと思う。もう日本語が外事、もう日本語が外事やで、今。誰やねん、こいつも、ティエラってやつ連れてきて。なんで俺やねん、しかも。もうだって日本語が外事やと思う。ほんまにマジでわかんない。使えてなかった、こいつ、日本語。やっぱ使い慣れてないね、こいつ。はい、抜けまーす。バイバーイ。バイバーイ。ほんまに抜けよ。やっと死体がある。まあいい、お前のデスドックスをあさらしてもらおうわ。やだ。弾とかいっぱい。俺の身を蹴るとはケアパッケージだ。じゃあ女子会しよう、久々に。女子会行くか、久々の。久々の女子会行くか。女子会ってか増えたよな。一人。増えた、確かに。新しい女子増えたよな。一応ブラハも女子会に入るし。あ、そうやな、入るようになったな。ブラハさ、中性らしいで。
何で中性って。チンコもマンコもある。いや、一人で気持ちよくなれるやつ。一人で気持ちよくなれるやつ。グイーン曲げたら、お前。自家受精や。自家受精できる。え、じゃあなんか、ほんまかどうかわからんけど、まあ、信憑性が高いようで低い。まあ、ここに矛盾が生じるけど、ほんまに信憑性、ほんまに矛盾でいくさ。TikTok のさ、ブラハの、なんか、うそやわ、それは。TikTok はもう無理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 公式も言ってて。無理やって。公式が嘘ついてる可能性は別に公式言ってるから正しいわけじゃないか。お前ら TikTok な、公式はほん、もう、ネットって書いてる。何つってんのかわからんかった最後翻訳くれってマジびっくりしたお前はほんまに心底ゴッ